ただです。今回はデッドで腰が曲がる無意識の癖と改善方法を紹介します。腰が曲がるのは背中が弱いから、腹圧が抜けているから、ではなくバーから遠ざかる癖の可能性があります。どんな癖かというと、立ち幅跳びの動きで後ろに飛ぶようなものです。いやいやそんなわけと思う方は、いい例と悪い例を見てください。いい例では膝が伸びてもお尻の位置は変わらず、バーが膝を超えるとお尻が前に出ます。その結果腰の位置はキープされます。悪い例では膝とお尻がバーから遠ざかるように動き、その結果腰が曲がります。後ろに飛ぶ例と悪い例、よく似ていますよね。このように癖がある方の 99% が無意識で、言われて初めて気づいたとなります。なのでこれから紹介する3つの改善方法で直していきましょう。まずは前提条件を揃えておきます。デッドリフトは下半身が挙上の役割を果たして、腹筋群、背筋群は脊柱の位置をキープするために働きます。なので膝と股関節は曲がった状態から伸びる屈曲から伸展の動き、脊柱は曲がりも伸びもしない一定の状態をキープです。この下半身の力で挙上する動きをヒップヒンジと言います。逆に背中が曲がったり反ったりするのはヒップヒンジがうまくできていない証拠です。まずはこのヒップヒンジを体感しましょう。椅子を用意してください。股関節が90度、膝を80度程度曲げて腰掛けます。2種類の方法で立ち上がりましょう。1番、足を手前に引き、膝裏で椅子を後ろに押すように立ち上がります。2番、太ももに肘を乗せるように上半身をお辞儀して立ち上がる。比較すると1番は自然と腰が反りませんでしたか。なので2番の動きが正しいヒップヒンジのイメージです。次に段差を登る動きで比較します。1番、後ろ足と上半身を揃えて段差を登る。2番、お辞儀して前足に体重を乗せて登る。これも2番が正しいヒップヒンジの動きです。ここで注目したいのが上半身、お尻、すねの角度です。1番では上半身とお尻が直線で、すねの角度は床と垂直です。2番では上半身は前傾、お尻は後ろに引き、すねは少し前に倒れています。ここから膝と股関節の伸展によってスムーズに上り動作ができますが、1番ではお尻とすねの位置からうまく力を発揮することができないです。デッドリフトにも当てはめてみましょう。いい例では上半身が前に倒れ、お尻が後ろ、すねも前に倒れています。挙上とともに全てが一直線になり、段差を登るときと同じ動きです。悪い例では膝とお尻が後ろに動き、下半身の力がうまく使えないので腰で無理やり上げるしかありません。このように無意識の体の使い方が知らず知らずのうちに腰の曲がりの原因となり、怪我へとつながります。ここからは無意識のヒップヒンジミスを修正するためのトレーニングを3つ紹介します。1つ目が振り子垂直跳びです。これはミスパターンのイメージ修正としてお尻がポイントです。胸の前で腕を組み、お尻を引いて軽くお辞儀しましょう。すねは垂直を保ってください。かかとに体重を乗せ、つま先を浮かせます。で、体重を元に戻し、つま先がつくと同時に天井方向に背伸びしましょう。自然と体が起き上がると思います。これがヒップヒンジの正しい動きのイメージです。次にミスパターンもやってみましょう。つま先に体重を乗せ、かかとを浮かせてください。かかとがつくと同時に背伸びすると腰を反らせて無理やり起きる感じがあると思います。で、ここで最も重要なことが、お尻が自然に前に入ると上半身は起き上がるということです。正しい動きはお尻が前に動き、ミスパターンはお尻が動かず腰を反ります。体重移動はそのきっかけを作るための動きであって、かかとからつま先に体重を寄せるとヒップヒンジがうまくできるというわけではないので注意してください。次のトレーニングに進みます。2つ目が片足振り子です。ポイントはすねと床を垂直に保つことです。レベル1は足の振り子運動です。上半身まっすぐのまま片足を振りましょう。レベル2は振り子に合わせて上半身動きます。足を前に振り出すと同時に体を起こします。この動きを繰り返すと軸足のお尻、少ししんどいなという感覚があればすごくいいです。お尻の感覚がない場合、腰を反っていないか、ここに注意しましょう。レベル3が膝蹴りです。手を前に出しておき、足を前に振りながら体を起こすと同時に手に向かって膝蹴りをしましょう。自然に体がまっすぐ起き上がり、お尻に力が入れば OK です。膝蹴りを意識することで腰の反りは抑えやすくなります。なのですねと床はずっと垂直、ここを意識しながら安定した状態でこのトレーニングを取り入れてください。で、レベル3が片足デッドリフトです。
ポイントは軸足です。片足立ちでお尻を引きながら膝を曲げていきます。後ろ足をスライドするように離していきましょう。この際デッドリフトのスタートポジションに近いイメージです。お尻を触って筋肉が伸びているか確認しましょう。レベル1、レベル2のイメージのまま下半身を使って体を起こします。離れた後ろ足が自然に引き寄せられて立ち上がりでお尻がキュッと締まれば OK です。でこの動きは上半身は前傾、お尻は引いた状態、すねが前に倒れてる、先ほどの段差を使ったヒップヒンジと同じ動きのイメージです。これを繰り返して下半身で挙上するという感覚をつかみましょう。うまくいかないなという方は後ろ足に体重が乗っていることが多いです。そうなると腰を反るので注意しましょう。これは軸足でしっかり支えることでヒップヒンジの感覚をつかめます。この3つの練習で感覚がつかめたら次は軽い重量で実践です。今までと違って腰がしんどくない、お尻に筋肉痛が来たなどがあればすごくいいと思います。以上が腰が曲がる体の使い方の癖になります。このような体の癖は無意識で起こりやすく、意識的にフォームを変えてみても全然良くならないのは無意識が原因の可能性はすごく大きいです。特にデッドリフトは腰が曲がってでも挙上できる種目です。つまり綺麗なフォームが崩れても気合と根性でなんとかなります。ただそれとは裏腹に体は悲鳴を上げるのでヘルニアになったりとか強い腰痛の原因になるので、そうならないようまずはヒップヒンジをしっかりと習得してください。今の感覚よくわからないなとか自分に合ったフォームが知りたいなという方はパーソナルでも見させていただきますので、ご興味がある方は概要欄からお申し込みお待ちしております。この動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。